はい、皆さんこんにちは、直しです。前回の引き続きなんですけども、今回こちらの福島マツダさんで、ホンダのグリード、買ったんですけども、まあ、ちょっとなんかおかしいなと思った人もたくさんいると思うんですよ。マツダでホンダのフリード、しかも並んでる車、中古車を買ったというの、実はですね、あれちょっとというか違いまして、実はこのフリード、もともと僕が購入する目的でマツダさんに取り寄せてもらった車でした。なのでもともと並んでたわけではないんですよ。で、今回その中古車、フリード買うにあたって通常とは違う手法で、購入しているので、その方法というのをぜひぜひ見てる、これから中古車買おうとしてる人とかの参考になればと思い、今回紹介させていただきます。ということで、中古車を安く購入する方法ということでいきましょう。レッツドライブ。はい、ということで、中古車を安く購入する方法なんですけども、まあ、今回僕が購入した、まあ、方法というのが、なかなか他の人だとないかなと思います。というのも、中古車を買う方法というのが、まあ、僕なんか3つあるかなと思ってて、1つ目が実際に中古車屋さんとか、まあ、お店にいろいろ並んでる車を実際見ながら買う方法。あともう一つがネットですね。ネットでいろんな、グーネットとかいろいろガリバのネットとかあると思うんですけども、そういったネットから探して、まあ、買う方法で、もう一つ三つ目というのが、今回僕が買った方法なんですけども、オークションという方法です。でしかもそのオークションというのは車屋さんしか、まあ、見れないサイト、オークションで車屋さんしか入札できないオークションというのがあります。これなかなか知ってる人は少ないかなと思うんですけども、実はそういった、まあ、大手で言うと JU とかオートなんとかっていうサイトがあるんですけども、そういうところで車本体の、車体本体だけの金額で中古車が売買される、まあ、中古車と新古車ですねが売買される、まあ、オークションがあって、でそこで車屋さんは、この車いいなと思ったら、その本体を車屋さん買って、それを整備とかして車屋さんの利益を乗せて店頭に出すわけですね。例えばの話ですけども、50万の中古車を買って整備して、まあ、100万で売りますよってすると、単純に50万がその車屋さんの利益になるというような形で、その中古車のオークションというものが、世の中には存在します。ただ一般の人はもちろん見ることもできないし、入札もできないので、車屋さんにお願いして探してもらったり、そこから買うしかないんですけども、今回僕はそのネットオークションからさっきの松田さんにお願いして、まあ、予算100万で、両側スライドドアで色は白でっていう条件でお願いして、こちらのフリードを、まあ、見つけてもらったという形になります。で、さっきもあのお店にも1個前の動画だともう並んでましたけど、もう僕がじゃあそれをもう購入しますよと言って引っ張ってもらって、あそこに並べてもらったという経緯があります。もちろんメリットデメリットがあって、この方法のメリットというのが、まあ、一つは安く買える、そして、まあ、一般の人が見ることができないので、品揃えも結構あったりするということですね。そして余計な費用がかからない、本当に車体本体の原価とか、必要な整備の部分だけしか金額がかかってこないので、まあ、安く買うことができる。ただしデメリットももちろんあって、デメリットの一つは車屋さんがしか見ないので、いい車はすぐに売れる、車屋さんがあこの車はすぐ売れるなと思ったらもう即購入されちゃうんですよ。なので決断が急がれます。あとは実際に現車を見れないじゃないですか。これはネット販売も同じですけど、現車を見れないので実際の状態というのが正直わからないというこのデメリットが2つありますね。でもまあ本当にそこで買う人は車の状態というのもある程度その書類の中から、あいい悪いは判断できないってなかなか難しいかなと。ただそのオークションってかなり審査が厳しいオークションなので、いい車しか正直ないというのが、まあ、現状ですね。はい、ということで、その車購入の際に、まあ、中古車限定ですけども、そういったネットオークションから買えるお店を、まあ、探すというか、お店に依頼できると市場に出回る前の車を買えるので、幅が広がります。どうですか、乗り心地どうですか、あなちゃん。運転もしやすいと思うけどな。いやマジで買っちゃったけどね、本当に。いやでも
万も120万だよ、120万、20万も払って買っちゃったよ。120万、もうだって29万とかあんもん。マジ中古車本当に。でもね、まあそれなりだと思うんだよね。安い車はやっぱ安い車で120したけど、120それなりに価値があると。フリーズじゃん、違う、あ、フリード、あれじゃん、あったフリード、フリード同じ方だ。まだフリード、こんなにはないかも。あ、フリード来たわ、僕前から。これフリード、前の方。こうやって見ると結構あるのはあるね。走ってるね。はいはい、そのような、まあ、中古車と新古車限定ですけども、そういった現車を見ないで買う自信のある方は、そういった購入もおすすめです。ということで今回は中古車を少しでも安くいい車を購入する方法のご紹介でした。ということでまたね、バイバイ。